早やちねバス株式会社は、岩手県交通の100%出資により設立されたバス会社。設立時の本社は、岩手県東野市にあったが、事業の変遷に伴い、北上市、欧州市へ差しへ移転した後、東野市へ再移転した。岩手県交通、東野営業所管内の一部路線の移管のために、設立され、その後すべての路線を移管される。また JR バス、 東北東の北線の一部も移管された。長らく、東の地区のみでの営業であったが2000年に、エサ市営業所を開設し、エサ市営バスの運転、車両管理業務を受託。その後も徐々に業務を拡大し、一時は、県交通の森岡地区を除く、全営業者の業務一切を受託、高速バスの運行も行っていた。最終期は、東のエサ市に営業所を構え、 東野市に係る路線バスの運行及び、欧州市に係るコミュニティバス運行業務や市営バススクールバス、給食輸送車等公用車運転業務を受託していた。かつては高速バスも運行していた事項で示す、管理の受委託を実施した営業所ではなく、早知寝バスの車両が配置されていた営業所を示す。所在地はすべて、岩手県交通の営業所に併設されていた。 2004年4月1日から2007年3月31日の間、岩手県交通の以下の営業所において管理の受委宅が行われた。具体的には運転、運行管理、整備業務であり、岩手県交通のバスでありながら運転当実際の業務を行っているのは、早地ネバスの社員であった。なお、受委宅に伴い、岩手県交通の当該営業所に所属していた、 社員は1%の賃金カットの上、早地寝バスへ出向となった。現在は管理の住託は解消されているため、出向となった社員は賃金カットも解消され、岩手県交通に復帰している。広報花巻2008年10月1日号2ページより、 <iley 染 variance> ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.hayachinebus.co.jp スラッシュアバウト .html ありがとうございます。